6月12日月曜日の全国のお天気をお伝えします。梅雨前線が本州の南岸に停滞し、東日本から西日本は梅雨空が続きます。特に太平洋側で雨が降りやすく、北上する台風3号周辺の湿った空気が前線に向かって流れ込むため、一時的に雨足が強まる恐れがあります。また東北地方や日本海側でもにわか雨の可能性があります。各地雨具を忘れずにお持ちください。北海道は日差しが届き、札幌の予想最高気温は25度と夏日予想です。カラッとした暑さとなりそうです。また雨の割には気温が高く、また湿度も高いため蒸し暑く感じられそうです。通気性のいい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。